後藤一氏は、日本の政治家。衆議院議員、山梨県知事、内閣府副大臣、文部科学大臣政務官、民主党国会対策委員長代行、党を務めた。山梨県甲府市生まれ、山梨県立甲府第一高等学校、東北大学経済学部卒業。大学卒業後の1980年に、農林水産省入省。本省勤務のほか。 国際協力事業団、日本貿易振興会ニューヨーク事務所や、食料庁への出向も経験した。1996年、第41回衆議院議員総選挙に、新進党公認で山梨1区から出馬したが、自由民主党の中尾栄一、旧民主党の腰石東の公人を廃止、得票数3位で落選。その後民主党に入党。 山梨一区にはすでに新党先駆け出身で、前回の総選挙は比例単独で当選した小沢英人がいたため、山梨3区に国替え。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、山梨3区で自民党の横内正明に敗れたが、重複立候補していた比例南関東ブロックで復活し、初当選した。2002年、 熊谷博士らが民主党を離党し、保守新党を結成した際は、一時熊谷に従って離党する考えを示していたが、最終的には離党を断念。横内正明の山梨県知事選挙出馬に伴う、2003年の第43回衆議院議員総選挙では、山梨3区で自民党の保坂武氏に敗れ、比例復活なく落選した。2005年の 第44回衆議院議員総選挙では、郵政民営化法案に反対した、ため自民党公認を得られず、無所属で出馬した、保坂武史、自民党公認で、小泉純一郎首相の秘書官を務めていた、小野次郎、後藤の三つどもへの争いが、山梨3区で繰り広げられ、後藤は保坂2943秒の僅差で、敗れたが、再度比例復活した。2009年の、 第45回衆議院議員総選挙では、民主党への強い追い風に乗り、自民党の小野次郎に比例復活すら許さない大差をつけ、圧勝した。同年、鳩山幸夫内閣で、文部科学大臣政務官に任命され、菅直人内閣まで務める。2011年9月、野田内閣で内閣府副大臣に任命され、11月から拉致問題担当の副大臣も兼務する。 内閣府副大臣は野田第二次改造内閣まで務めた。2012年の第46回衆議院議員総選挙では山梨3区で4選。選挙後、民主党国会対策委員長大臣に就任。2013年9月、松原と志国会対策委員長代行の国対委員長昇格に伴い、公認の国対委員長代行に就任した。 2014年11月4日、翌年の山梨県知事選挙に無所属で出馬する意向を表明し、民主党に離党届を提出。11月7日、衆議院事務局に議員辞職願いを提出し、11月11日の衆議院本会議で辞職が許可された。後藤の辞職により、山梨3区は廃止が予定されている選挙区ながら、 補欠選挙が行われる見通しだったが、直後に衆議院が解散されたため、補選は実施されなかった。2015年1月25日党開票の山梨県知事選挙では、民主党に加え自民党、公明党の推薦も受けて初当選した。2月17日に山梨県庁に初登庁。2018年10月、翌年1月に行われる。 山梨県知事選挙への出馬を表明。2019年1月27日の投開票の結果、自民党が推薦する元衆議院議員の長崎幸太郎に敗れ落選。後藤は、民主系支援団体だけでなく堀内福鶴市長や保坂武市外市長といった自民系市長や山梨県医師会、林業団体、農協、山梨県郵便局長会といった 自民党支援団体からも指示を受け、超党派の県民党を全面に打ち出し選挙戦を戦った。しかし対する長崎がこれまで対立していた堀内翔子と和解したことや自民党が200人を超える党所属国会議員秘書を送り込むことで国とのパイプを強調した選挙戦を展開。最終的に3万1000票の差で敗北した。朝日新聞の出口調査では、 無党派層の支持は後藤が5割、長崎が4割と後藤が優勢だったが、長崎は分厚い自民、公明層の支持を7割以上を獲得した。後藤県政を大いにまたは、ある程度評価する人が79%に達し、県民からの支持は多かったが、自民、公明層を取り込めきれなかった。ありがとうございます。